お前、なんでそんなに歪んでるんだよ。おはよう、青くん。ん？どうした、五十嵐。夏休みって分かってるか？はい、五十嵐。おめえはもうちょっと内藤のノートを見習えよ。あ、五十嵐。昨日はどうしたんだ？うん、まあ、え、わかった。とにかく来てくれて助かったよ。通知を送る手間が省けた。はい。まあ、あんまり重く考えるなよ。人生まだまだ長いんだから。じゃあまた2学期にな。元気に登校するように。いたのか。何してんだ。成績最悪だったか。なんだ、先生を無視しやがって。
いらっしゃいませ。290円になります。シールでいいですか？ありがとうございました。ずいぶんかかったわね。なんて？ふん。それで通知表は？まあ成績は悪くないわね。数学が4じゃの。そこは集中して潰さなきゃいけないわね。ん？ここだけ修正されてる？ま、全体的にまずまずね。私、この後仕事で出なくちゃいけないから、また後で詳しく見るわ。お昼ご飯、フライパンに焼きそば作ってあるから。じゃあね。行ってきまーす。
私は？私はいてもいい？おーい、青くん。あ、生きてた。さあ、どう思う？かもね。でも夢の中の人間にこれは夢ですかって聞かれても困っちゃうな。もう仮に私が青くんの深層心理だとして、何でも思い通りになるわけじゃないって分かったでしょ。深層心理は制御できないもん。私はそんな軽い女じゃないのに、青くんたら心配だな。ね？失礼！いや、失礼っていうか、それ自分の悪口だからね。私のこと、また白い未来って呼んだ？うん、絶対呼んだ。それはそうだけど、なんかやだ。だって変だもん、名前に色をつけて呼ぶなんて。何？なんて？やだ！似たようなの並べられてもごまかされないよ。トロイ・メライ？ロベルト・シューマン？何って、青くんが言い出したんじゃん。何が？青くんの深層心理って、思ってたより荷が重いんだね。じゃあさ、もうやめよう、深層心理とか。私は青くんの深層心理をやめます。夢だもん、自由でしょ。青くんが深層心理を押し付けてくるからでしょ。私は青くんの夢の中の未来で、青くんが何でも好きにしていい未来。うん、何でも。大切にしてるよ。だって私はずっと最初から最後まで青くんのことが大好きだもん。
ら変な時間に起きてくるのね。何固まってるの？ああ、それね。修正液を取ろうとしたら破れちゃってね。結局うまくいかなかったんだけど。あなたを疑っているわけじゃないんだけどね。でもここで先生が何を間違えたのか、どうして修正液で訂正したのか気になっちゃって。だってそうでしょ、ちゃんとしてる人なら二重線で消していいんでしょ。それにしたって相対の数字一桁でこんな広範囲を消す必要なんてないじゃない。だから先生がよっぽどズボラで大雑把だったか、もしくは他の誰かよね。いずれにしたってこの下に何が書かれているか気になったの。ということは先生がこの修正液をつけたのね。一応聞いておくけど、してないわよね、相対なんて。おかえり。早かったね。うん、まああるといえばあるし、ないといえばない。パンはパンでも食べられるパンは？そっか。うん、だから本当にあるといえばあるし、ないといえばないんだよね。寝て起きた時と同じかな。寝ている間の意識はないけど、起きたら時間が経ったんだってわかるというか。そうだよね。またとは失礼な。未来とか理想の未来
しいし呼びにくくない？だからね、考えたんだけど、こんなのどうかな。どう？現実と夢、対になるってことで、現実の未来、夢の過去。わざとだよ。掛け言葉、ダブルミーニング。夢にいる架空の子、女子？こんなに突っ込まれると思わなかった。バカにしてる？うわー、舐めてる。なんだかちゃんと書きたくなくなってきたな。私のことを自分の脳みそだと思ってるなら、今やってることって相当変だよ。むっかー、しないもん。ほら、こんなの簡単。私、夢の未来のことは過去って呼んでくれればいいと思う。どうして？青くん、それは青くんの過去のことだよね。それは青くんの過去のことだよね。そうですか。失礼なことを伺ってしまい、申し訳ございません。いえいえ。はい。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。はい。失礼いたします。あら、おはよう。いや、学校にかけてたんだけど。ごめんね、葵。私の考えすぎだったみたいで。エビハラ先生が汚しちゃったんだって。ゴム印の朱肉で、二重線じゃどうにもならないから、やむなく修正液でって。正直、嘘みたいな話よね。でも、もし気になるようだったら、すり直して送るって言われたから、さすがにね。断ったわよ。そこまで言われちゃったら信じるしかないじゃない。それで終わり？もっと追求しないの？疑ってたこととか。まあ。
そうね。おい、おい、お前。終わったぞ、講義。親御さんも大変だな。子供が寝るために金払ってさ。おかえり。ご飯は？そう。あのね、その、疑ってごめん。仕事も忙しくって、ストレスが溜まってたみたい。葵が嘘なんてついたこと。ないのにね。うん。ほどほどにね。
してどうでしょう。ちゃんと過去って呼んでくれて嬉しい。じゃあ青くんの一人称も僕に変えてほしい。え？なんで？いいよ、聞きたい。起きちゃったらまた眠ってから続きを話してくれればいいよ。さっき？予備校で居眠りしちゃったの？ううん、全然責めるつもりなんてないよ。ただ青くんが夕方にもここにいたなら来ておけばよかったなって。あのね、あそこにいたの、灯台。ここにはこのビーチとあれしかないから。消えたかと思って心配した？あ、それは違う。私は未来だよ。たとえ青くんの夢の中の未来だとしても、それでも今まで青くんが見てきた未来なの。分かってるでしょ？私が今まで幼なじみ以上の気持ちを持って青くんに接していたこと。違う、違うよ青くん。彼女は、未来は明確な好意を持って、愛情を持って青くんに接してたじゃない。それは青くんも感じてたでしょ？なら、それを信じて。私が青くんと一緒にいる。青くんが自分のことを信じられるようになるまで、今抱えているものを乗り越えられるようになるまで、私はずっと青くんと一緒にいる。うん、存在しないかもしれない、青くんの夢かもしれない。だけど私は私なりにここで未来として意識を持ってる。あなたが見てきた青くんのことを大好きな未来として、青くん、夢って何だと思う？
夢って何だと思う？あれ？青くん？おはよう。どうしたの？だってこっちでは目覚めたばかりでしょ？どうしたの？こんな時間に。あ、もしかして私に会いたくてお昼なのに寝たとか？しちゃう。へりくつ。やっぱりへりくつ。私はいいの。夢なんだし、嬉しいでしょ？違うよ。素直な気持ちだもん。青くんのは破壊力が。私、言われ慣れてないし。夢に期待しすぎ。知らないこともあるんだから。夢って何か分かった？異次元？
サンズの川でも、海か。ここは青くんの夢かもしれない。それか天国か地獄かもしれない。違う世界なのかもしれない。それは私にはわからないけど、でもね、ここが何だとしても、ここだけが私にとっての現実なの。ここで意識を持っている私のたった一つの世界。私はここにしかいられないから。だからね、ここが青くんの夢の中だとしても、この夢のことを嘘だって虚構だって思わないでほしい。あなたの脳内で、もしくは宇宙のどこかで起こっていることだから。夢と現実は対ではないんじゃないかな。青くんが見る夢も青くんの経験の一部で、つまり青くんの現実の一部ってことじゃない？漫画とか絵本とか、あとはゲームをしたりして経験を得るのと同じかな。そうだね、その言い方が一番合ってる。つまりね、私も青くんの現実の一部でありたいんだ。してきて、そのまま未来と帰ってきて、お風呂入れさせたじゃない。それはそうよ、まだ子供だったもの。そっちの方が手っ取り早いし。そうね、あれは二人
とも幼稚園くらいの時だったかしら。小学生になったらね、未来が恥ずかしがり始めちゃったもんね。それに比べたら二人ともすっかり大きくなったわね。実はね、聞いてるの。なんというか、二人が今つまずいてるってこと。違うの？あらあら、ごめんね、未来が。まあ上がって、美味しいハンバーグでも食べましょ。ハーブティーを買ったところなの。アップルシナモンティー、疲れを癒してくれるみたい。葵くん、いろいろあって疲れてるでしょ。息抜きしていきなさいな。トコちゃんにはトークしておいたから。はい、クッキーも。あ、でもあんまり食べ過ぎないでね。ハンバーグが待ってるから。でしょ。最近よく眠れてる？あら、いつも？悪夢？じゃあ、ただ単に眠りが浅いのね。眠りが浅いと夢を見るんじゃなかったっけ？そうそう、確か疲れていたりなんやかんやだと深い眠りに入れなくて、脳が起きている状態だから夢を見て、それで起きてもあんまりすっきりしないみたいな。え？いい夢なの？うん、そうね。あなたは今が一番大変かもしれないもんね。別に変じゃないと思うわ。私もね、とっても大変な時期があったの。まあ何があったかは言えないんだけどね。本当に本当に大変で、どうしようもなくって塞ぎ込みたくて、でも頑張らなくちゃいけなくって、どこかに逃げたくて、でも逃げることなんてできないから、ひたすら映画を見た。ひたすら映画を流してその中に入り込むことで心を別の世界に逃がしてたの。それに映画の中には私と同じような境遇の人たちもいた。
それはね、もちろん映画だから作り話で現実のお話ではないけれど、でも映画を見て登場人物たちに感情移入したり、その映画が提案してくれる答えを受け取ってなんとか頑張れた。主人公がへこたれても頑張っている姿を見て私も頑張ろうと思えた。だからね、私みたいに作り話に救われることもある。夢は作り話とはちょっと違うかもしれないけど、でも一緒よね。映画と同じで夢だって励まそうとしてくれて癒そうとしてくれてるんじゃないかしら。ごめんね、トーク返すの遅くなっちゃって。うん、じゃあね。何？ん？わかった。青くん、その、ごめんね。あら、おかえり。ミラちゃんちのご飯どうだった？メニューは？いいわね。私もめぐみのハンバーグ食べたかった。そりゃあるわよ。向こうのお家に行った時にご飯出してくれたりするし。まあ、あなた学校あったしね。
ていうか、あなただってごちそうになったことあるじゃない。そうよ、小さい頃とかあなたクッキーが大好きで、めぐみがよく作ってくれてたのに。ああそうね、向こうの家行った後はうちでも紅茶出せって言ってたわ。そうよ、うちにはカフェインレスの紅茶なんてなかったのに、わざわざ買いに行ったんだから。そりゃあそうでしょ、買いに行ったのは私だもの。まあでもそれくらいあなた影響を受けてたのよ、七瀬家に。あの時はみんな可愛かったな。私とめぐみと子供たちがいるお庭はとっても平和で、この子たちがこのまま純粋なまま育つことができればいいのにって思ってた。何があったんだろうね。おはよう。リュックから勉強道具を出して、考え事をしながらそれを机の上に広げて、ペンを持って少し書き始めたら、スーって。ハンバーグ食べてお腹いっぱいだったのかも。どうだった？ママのハンバーグ。何でもかんでも知ってるわけじゃないもん。あ、失礼。なんてこと言うの。言ったでしょ、青くんにはここが夢でも私はここで生きてるんだから。減らない。やっぱりって何を。やっぱりって、最初から夢だって言ってるのに。ねえ、何か話したいことない？うん。何でもいいよ。どういうふうに？何か心当たりがあるの？相対のところを塗り替えたこと？青くんはどうしてそんなことをしたの？それを言われたくなかったってことか。
んか。大丈夫。青くんはダメなんかじゃないよ。歪んでなんかない。誰も 100% 善良ではいられないんだよ。そういう世界なんだよ。生きていれば必ず何か起こるんだし、誰かの味方になれば誰かの敵になることだってある。わけもなく攻撃されちゃうし、負の感情だって湧くよね。でもだから自分が善良じゃないって悔いてる青くんは歪んでなんかないよ。友達を傷つけられたあの子は許してくれないかもしれない。青くん自身が他人を攻撃してしまった自分を許せないのと同じように、それはもう取り返しのつかないことかもしれない。謝っても関係は修復できないかもしれない。でも私は自分のことを許せない青くんとずっと一緒にいるよ。青くんが何をしても、青くんがどうなっても一緒にいる。ずっとあなたのそばにいる。なんで？なんでくっついてないんすか？だって結婚秒読みみたいな感じだったじゃないすか、もう！なんでくっついてないんすか？ああ、待って、嘘嘘！先輩の恋路が気になって仕方ないんす。半分は本当。わあ、僕ってなんて素直なんだ。でも七瀬未来とくっついてほしいのは本当なんす。安心して話せ。いや、真面目な話、なんでくっついてないんすか？言わないっす。そういうの苦手なんすけど。なんて切るんすか！
あるあるあるじゃん、素直なだけじゃん。カリギュラ効果じゃないっすか。いや、頑張るっす。え、誰に。そうじゃなくて、なんでそんなまどろっこしいことを。あ、いや、こっちの話っす。じゃあ、葵先輩は。あ、いや、なんでもないっす。いや、あー、そうだ、沖縄行きのチケット取らなきゃいけなかったんだ、いっけね。実はそうなんすよ、ユーマを探しに行くんですけど。そうっす。なんでも沖縄の離島に羊の妖怪がいるみたいで、アトランティスっていうオカルト雑誌にネタを売りつけるんすよ。じゃあエアチケット取るんで。おはよう。ご飯食べる？卵とウインナーだけど。何？え？何が？いつ？どれの話？どれの話なの？葵、優しく聞いてるうちに答えなさいよ。どれが嘘なの？まさか通知表のことじゃないわよね。あれが嘘だったんじゃないわよね。答えなさいよ。本当にそれなの？何？どこからが？どこからが嘘なの？修正液で。じゃあやっぱりあの修正液はあんたがやったんじゃない。私が会ってたんじゃない。全部全部最初から最後まで私が会ってたんじゃないの。それを学校にまで連絡させて恥ずかしい思いさせて、全部あんたのせいじゃない。私何も悪くないじゃない。なのにこんな。先生は何、口裏合わせたってこと？教師が生徒と一緒に嘘ついたってこと？それっていろいろ違反しちゃうんじゃないの？なのにどうやって先生を協力させたの？公文書偽造よ。停職じゃ済まないかもしれないわよ。それなのにそこまでする？あなた一体何をしたの？どう悪くないって言うのよ。確かに言ったわよ、あいつは私が直しましたって。じゃあいいわ、確かめましょう。悪くないかどうかは校長にでも判断してもらえばいいじゃない。私は事実を伝えるだけ。は？
何？どういうこと？あなた、私が悪いことにした。私が悪いことにしたわね。先生に何て言った？どう吹き込んだら教師が親に嘘をつくのよ。首のリスクを犯してまで先生があなたをかばったって、私からかばったってことでしょ。どうして私がこんな目に遭うのよ。あなたのためにこんなに頑張ってきたのに、私が何をしたって言うのよ。何か言いなさいよ。は？そんなわけないでしょ。高校だって予備校だって高いお金払ってるのよ。全部あなたのために。どういうこと？大学受験をやめたいってこと？それじゃあどうやって生きていくっていうの？私がお腹を痛めてあなたを産んだのは！出版社の？そんなのわからないじゃない！あなたが言わないんだから。小説家？そんなのどうやって食べて。ちょっと、葵！青くん、もしかして眠るために多めにお薬飲んだ？ダメでしょ、お薬多く飲んだら。じゃあ、わかるけど体は大事にして。ううん、私がそうしてほしいの。全部じゃないよ。認知できるところまで。限界。
ことを求めたり思い出してくれたりしたら青くんの電波を受信できるって感じかな。出ないよ。あとは勝手に繋がっちゃうってこともあるけど、より強大な電磁波とかがブワーってきて電波が誤作動しちゃってるのかな。電磁パルス？世界と逆だよね。だって青くん最初に来た時こっちは日中だったでしょ。ここは青くんの夢だから、夢っていうのは寝ている時に見るもので、つまりそっちは寝る時間夜かなって。多分あんまりわかんないよ、夢の専門家じゃないし。夢だから何でもありって思われるのはちょっと悲しいからかも。私が今こうやって青くんの前にいるのは何でもありだからじゃなくて、必然であってほしい、運命であってほしいから、青くんにはそう思っていてほしい。え？攻撃力？それは告白の返事じゃん。そんな、俺の夢？あ、夢か。どういうつもりで、なんかもっとこう恋人とかじゃなくて、部分でのつながりというか、そうなるかな。うん、そう。じゃあもうプロポーズでいっか。私がプロポーズしたってこと？違うよ。青くんはちゃんと私じゃなくて未来とくっつかないと。現実の未来と、現実、思った。ごめんってごめんね。
ここ、おいで。ここ。さあ、膝枕。何言ってるの？これは夢だよ。夢でくらい甘えていいんだよ。うん、おいで。ありがとうございました。青くん？お買い物？青くん、青くん、私、青くんにひどいことしたのは分かってる。だから、こんなこと言う資格ないかもしれないけど、私、待ってるから、青くんのこと。
だから言ったでしょ、私は青くんのことが好きなんだって。どっちとは？青くん忘れちゃったの？どっちも未来なんだよ。だから夢の私が青くんのことを好きなように、現実の未来だって青くんのことが好きなんだってば。好きじゃない人にあんなこと言わないよ。ずっと待ってるなんてわかるでしょ。わからなくて聞き返したけど、そしたら未来は答えないで言っちゃったんだよね。ってことは青くんには直接言えない何かを待ってるってことだね。何も心当たりはない？そうか、困ったな。ここで私がポーンと答えを言ってあげられたらいいんだけど。ううん、知らない。知ってたとしても現実の私が言わないんだから私だって言えないよ。それはきっと青くんが自分で見つけなきゃいけないことなんだよ。大丈夫、青くんならきっとたどり着けるよ。存分に悩むがいいぞ少年よ。ん？え？普通にご飯食べてお腹いっぱいになってベッドに入ったと思ったけど。お薬多く飲むからでしょ？ダメだよそんなことしちゃ。無理やり寝なくって、ちゃんと現実でも生活しないと。それを言われると何も言えない。
その時は、その時は私が連れて行ってあげる。内緒。まあでも青くんなら大丈夫だよ。だってここまで生きてこられたんだもん。